ごまだれなくなっちゃった、しゃぶしゃぶどうしよう。簡単に手作りできるよ。フードプロセッサーでごまをすってペースト状になったら、生姜、ニンニク、味噌、醤油、砂糖、酢、酒加えてさらに混ぜるね。ウーロン茶で柔らかさを調整するんだよ。ウーロン茶？ごまはすることでセサミンの吸収率がアップするんだよ。すごい。しゃぶしゃぶは80度ぐらいの出汁でさっとくぐらせるんだ。おいしい。沸騰させない方がしっとりおいしく仕上がるんだよ。さすが。